1983年にアトランタで誕生したザ・リッツ・カールトンホテルカンパニー、わずか20数年間で世界のホテル地図を塗り替えてきました。米国のビジネス誌やレジャー誌では常にトップクラスの評価を獲得し、今ではホテルカンパニーの頂点に立つリッツ・カールトン、なぜここまで上り詰めることができたのか、今回はその秘訣に迫りたいと思います。参考書籍はこちら、リッツ・カールトンが大切にするサービスを超える瞬間です。著者は高野昇さん。1990年にリッツ・カールトンに移籍後、サンフランシスコや西海岸、シドニーなどでホテル開業をサポート。その後、リッツ・カールトンの日本支社長となり、大阪の開業サポートにも携わった方です。後に人とホスピタリティ研究所を設立、現在に至ります。そんな著者がリッツ・カールトンから学んだ経験をもとに、人と接するヒントを世に広めたい、そんな思いから生まれたのが本書です。高野さんは講演でこのように語っています。リッツ・カールトンは決してホームランバッターを作ろうとはしません。バントでコツコツ稼ぐ選手と組織を作ってるだけなんです。意外とも言える一流ホテルのスタンス、あなたはどのように受け止めたでしょうか。そもそもリッツ・カールトンはホテル産業ではありません。えっと思うかもしれませんが、リッツ・カールトンはラグジュアリーライフスタイルのブランド。従業員がお客様に対して心からのおもてなしをするステージがたまたま宿泊施設の滞在を取っているだけであり、ホテル産業というよりホスピタリティ産業なのです。宿泊が目的とした一般的なホテルとは一線を画し、従業員のスタンスが全く異なります。ホテルだと思って宿泊すると、リッツ・カールトンには思わぬ体験が待ち受けています。その体験にお客様は感動し、リッツ・カールトンの虜になってしまうのです。リッツ・カールトンには感動を生み出す仕組みがあります。その仕組みの核となっているのが従業員の行動指針、クレドです。クレドこそリッツ・カールトンの成功の秘訣であり、リッツ・カールトン初代社長であるホルスト・シュルツも、このクレドこそがリッツ・カールトンの全てだと語っています。このクレドの中身気になりますよね。今回の動画はこのクレドにスポットライトを当てていきます。この動画を見ることで一流の接客に導く考え方を学ぶことができます。実はどれだけ素晴らしいマニュアルがあっても、サービスを超える瞬間は作り出せません。マニュアルの枠組みを超えて初めてサービスを超える瞬間、つまり感動を生み出せるのです。このマニュアルの枠組みを超える行動指針がクレドなのです。このクレドは全ての接客業に共通する重要な考え方です。接客業に携わってる人なら誰でも感動を生み出したいですよね。ただそれができず、接客本来の楽しさを味わえていない人は多いのではないでしょうか。ただもう大丈夫。この動画を通じてクレドをあなたのものにしてください。接客を通じて感動を生み出し、接客がより楽しいものになるはずです。ぜひ最後まで動画をご覧くださいね。早速このクレドの内容を見ていきましょう。リッツ・カールトンホテルはお客様への心のこもったおもてなしと快適さを提供することを最も大切な使命と心得ています。私たちはお客様に心温まる、くつろいだ、そして洗礼された雰囲気を常にお楽しみいただくために、最高のパーソナルサービスと施設を提供することを約束します。リッツ・カールトンでお客様が経験されるもの、それは感覚を満たす心地よさ、満ち足りた幸福感、そしてお客様が言葉にされない願望やニーズをも先読みしてお答えするサービスの心です。いかがでしょう。これがクレドの内容です。このリッツ・カールトンの部分を他のブランドの高級車や宝石店名を入れたとしても違和感ないはずです。そういった意味ではクレドはどんな業態にでも通用するサービスの基本理念を示したものです。ただ注意点として、このクレドをなんとなく読んで納得した気分で終わらせてはいけません。一語一句読み解いて突き詰めていく作業が必要であり、そこにクレドの価値があります。正直なんとなく読んだだけだと、どこにでもありそうな理念のように思います。ただリッツ・カールトンはこのクレドの生かし方を知っているからこそ成功したと言えます。例えば心のこもったおもてなし、一体これはどんなことを意味するのでしょうか。ここでサービスとホスピタリティの違いについて考えてみましょう。この2つの間には実は6インチの差があるのです。これを見事に表現したのがリッツ・カールトン、ニューヨークのバーテンダーノーマンのおもてなしです。彼のスタイルはとてもユニークでフレンドリー。カクテルを作り終えると、どうだいスティーブ、あなたのために最高のマティーニを作ったぜと言いながらお客様の前にグラスを置きます。そしてノーマンはそのドリンクをさらに6インチお客様の方にスーッとずらして進めながら、満面の笑みを浮かべて一言、 Enjoy。 この一連の動作の絶妙なタイミングでお客様はみんな彼のファンになってしまうのです。まさにノーマンマジックです。まるで海外ドラマでよくありそうなバーのワンシーンですよね。ノーマンにとってこの6インチはゲストの心に触れるプロセスであり、心から大事に思っているゲストへの愛情表現なのです。まさにこれがサービスを超えてホスピタリティに昇華する瞬間なのです。ここで大切なのは、心のこもったおもてなしという言葉について真剣に考え実践することです。ノーマンの場合はそれがグラスを6インチ
ち、お客様の方へ動かすことで自分の心を伝える。その気持ちが彼の独自のスタイルを生み出し、サービスを心のこもったおもてなしへ変えていったのです。このように心のこもったおもてなしという一語を取って考えてみても、クレドには実に奥深い意味があるのです。またクレドには従業員への約束というものがあります。早速内容を見ていきましょう。リッツカールトンではお客様へお約束したサービスを提供する上で、紳士淑女こそ最も大切な資源です。信頼、誠実、尊敬、高潔、決意を原則とし、私たちは個人と会社のためになるよう持てる才能を育成し最大限に伸ばします。多様性を尊重し、充実した生活を深め、個人の志を実現し、リッツカールトンをミスティーク、神秘性を高める。リッツカールトンはこのような職場環境を育みます。いかがでしょうか。一般的には従業員が会社に対して規則に従いますと一方的に約束させられます。一方でリッツカールトンでは会社側から従業員に対してこのような約束を掲げています。会社が約束してくれるのか、それとも従業員が約束させられるのか、この2つの考え方で大きく違うのは会社と従業員の信頼関係の強さです。会社が約束してくれるのだから、その信頼にぜひ応えたい、そんな気持ちが自然と芽生え、好循環が生まれるのです。実に興味深い話で、リッツカールトンの採用の面接にはドアマンがいるそうです。さらに面接会場は大宴会場、しかもプロのミュージシャンが静かに演奏し、ウェイターがコーヒーやジュースを運んできてくれます。面接なのにやりすぎではと思いますよね。ここまでもてなされるのは、最初にリッツカールトンの理念や価値観を伝えることで企業と応募者とのミスマッチをなくすのが目的の一つですが、従業員を紳士淑女と表現し大切な資源と捉えているのがこの取り組みからも伺えますよね。お客様だけでなく従業員も大切にすることで、リッツカールトンは最高のおもてなしを生み出しているのです。そしてリッツカールトンには仕事を支える基本となる考え方があります。それは仕事を楽しむことです。ありきたりなことのようですが、これはものすごく重要です。お客様をお迎えするときには必ず従業員同士で Let's have fun と合言葉を掛け合います。これはお客様に喜んでいただくと同時に自分たちも楽しもうという意味合いが込められています。楽しまなければ自分の感性を発揮することはできません。すでに有名な話ですが、リッツカールトンでは従業員に1日あたり2000ドルの決済権があります。お客様へのおもてなしのために個々の判断で自由に使えるお金が与えられるのです。これって改めてすごいことですよね。お金の使い道は様々であり、自分自身の感性が試されるところです。ここでリッツカールトンニューヨークセントラルパークで起きたエピソードを紹介します。ある日、男性のお客様からコンシェルジュに相談の電話がありました。実は今度ガールフレンドにプロポーズするつもりなんです。セントラルパークにアンドレア、僕と結婚してくれますかという持ち看板を掲げて、窓から彼女に見せたいんだけど協力してもらえませんかとプロポーズのお手伝いという責任重大な要望でした。普通なら尻込みしてしまう内容ですが、リッツカールトンのスタッフはこれを自分の感性を発揮するチャンスだと捉えて逆に張り切ります。コンシェルジュはすぐさま各セクションに連絡をしてみんなからアイディアを募りました。当日の早朝、スタッフは望遠鏡を持ってお客様がご予約されたお部屋に向かいました。同時に他のスタッフに持ち看板を持ってセントラルパークに向かわせ、プロポーズの言葉がよく見えるようにピントを合わせて望遠鏡をセットしました。これで準備は万全です。お二人が到着すると、スタッフはお客様をお部屋にエスコートしながら、公園で待機中のスタッフに看板を掲げるように無線で指示しました。ガールフレンドに計画をバレてはいけないのでこっそりとです。部屋に入るとテーブルの上には雰囲気を盛り上げるシャンパンとデザート、窓際にはなぜか空ではなく下を向いた望遠鏡です。ここから先はお二人の世界、言うまでもなくプロポーズは見事成功したのです。いかがでしょう。お客様に頼まれたのはここまでですが、実はこの後も物語は続きます。スタッフたちは祝福の意味を込めて、お二人がレストランでディナーを楽しんでる間にお部屋に100本のバラを飾り、またハウスキーパーはベッドの枕元にバラの花びらを散らせておきました。さらにお帰りの際にはバラをポプリにしてプレゼントしたのです。これぞ感動のサービスですよね。二人にとって最高のひとときになったことは間違いありません。この一連のシナリオを実践している時の気持ちがまさに Let's have fun、 お客様に喜んでいただくと同時に自分たちも楽しもうなのです。仕事を楽しもうという気持ちはこのエピソードのような特別な時だけ発揮されるわけではありません。スタッフは普段からお客様と一緒に自分も楽しむ機会を探し、スタッフ同士でもお互いが楽しくなるようなアイデアを常に考えているのです。レセプションパーティーの仕事を獲得する時のエピソードもまた面白く、企画内容を古く見える紙にカリグラフィーといって独自のタッチのアルファベットで手書きで用意し、さらにそれを本物のワインボトルに入れて栓をし、ワインを運ぶ本物の木箱に詰めて持っていったのです。レセプションパーティーの理事はこのユニークな企画書に感心し、リッツカールトンなら楽しいレ
ディスクリプションを演出してくれそうと感じ、見事その提案書は採用されたのです。このように相手を楽しませるだけでなく、自ら楽しむ姿勢を持つことで自分の感性を最大限に発揮できるようになります。マニュアル通りにやっているだけではそこには何も生まれません。だからこそクレドは型にはまったような行動マニュアルにはなっていないのです。あくまで行動指針にとどめ、スタッフ一人一人の感性によって感動を生み出しているのです。私は営業マンとして、目の前のお客様が喜んでもらえるとやっぱり嬉しいです。売上が上がるのももちろん嬉しいですが、長く営業をやっていると最終的にやっぱり喜んでもらえることが一番の原動力になるんですよね。本書を読んで改めて再認識させられました。そういった意味で本書は本当におすすめです。いかがでしたでしょうか。リッツ・カールトンのロゴマークはライオンと王冠が合体したものです。パリのホテルリッツの創業者セザール・リッツはライオンをフランスにおける当時の冬の象徴として選んだのです。リッツ・カールトンはこのセザール・リッツの当時としては非常に斬新なアイディアと仕組みで、王侯貴族の富裕顧客に絶対的な支持を得てきました。トップ 5% の富裕層をターゲットに着実に基盤を広げてきたのです。ただ時代の変化とともに顧客層にも変化が現れ、リッツ・カールトンも大きくパラダイムの転換を求められています。伝統の上に安住するのではなく、ロゴマークであるライオンと王冠から過去の成功体験という誇りを払い落とし、伝統のサービスを次のステージへと変化させる時が来ているのです。ただそんな中でもクレドに集約されている行動指針は不変です。今回紹介したエピソードもクレドに基づき、かつ自ら楽しむ姿勢から生まれたものです。今回動画で紹介したエピソードはほんの一部です。ぜひあなたも本書を手に取っていただき、リッツ・カールトンの感性を取り入れてみてくださいね。この動画が参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。それでは本日はこれ失礼いたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。